ヤーコプ・ローゼンハインはユダヤ系ドイツ人のピアニスト、作曲家。ローゼンハインはマンハイムに生まれた。彼は11歳でデビューを飾り、当初はフランクフルトで活動した。1830年には同地でパガニーニの演奏会に出席した。1837年にはロンドンへと渡って4月17日にソリストとして ロンドンフィルハーモニー管弦楽団と共演した。同楽団は1854年4月にも彼の公共曲を演奏したという記録が残っている。ピアノ奏法の学校ではヨハンバプティスト・クラーマーと協力関係にあった。1837年にフンメルがこの世を去ると彼はバイマルのカッペルマイスターの職に就くことができることができるようになった。 その後1849年からはパリへ移り34年にわたって第一線で活躍した。パリにおいて模様していた室内楽の演奏会に訪れたケルビーニやロッシーニと交流し、二人からはベルリオーズを進められた。彼は1870年の政治的騒動を機にバーデン・バーデニへと拠点を移し、この世を去るまでこの地で過ごした。 ローゼンハインは遅くとも1839年にはメンデルスゾーンと進行を築いており、モシェレスとも交友があった。シューマンは主催していた新音楽時報においてローゼンハインの楽曲を称賛している。他にもローゼンハインは同時代の音楽家の尊敬を集めており、ブラームスが1848年9月21日に15歳で登場した初めての演奏会では、 ローゼンハインのイチョウチョウの競争曲からアダージョとロンドを演奏した注釈出典。ありがとうございます。